ガソリン価格の高騰が続く中岸田総理大臣は新たな補助金制度を発表しました1リットル175円程度の水準を実現したいと強調しています措置を行って10月中にはリッター175円程度のま水準を実現したいと思っています切実な行為に まずしっかり答えることが大事であると思います岸田総理は来月7日から新たな措置を導入すると発表しましたガソリン価格をロシアがウクライナへの侵攻を開始した頃の水準に抑えるとし今回の措置は年末まで行うと説明しました一方、電気と都市ガスについても与党側から受け取った提言を踏まえて 物価高に関する経済対策を策定しこれが実行されるまでの間は現在の対策を10月以降も継続する考えを示しました。